1曲目は G 線上のアリア、2曲目は工場の月、3曲目はリンゴ追い分け、4曲目は花水木、5曲目はマリーコ友様でした。皆様いかがでしたでしょうか。この曲も素敵なのですが、私は特に5曲目のマリーコ友様の躍動感のある林、それから笛、尺八、ピアノの素敵な音色が本当に好きで、もっとこの美しい自然の中で聴いていたいなと思いました。西洋由来の馴染みのある曲が日本の楽器で演奏されるのを本日初めて聴いて、日本邦楽の壮大さを本当に感じました。There were some familiar Western pieces within that medley there, and I've never heard them played on Japanese instruments before, but they really exhibited the magnificence of traditional Japanese music and its equally stunning setting.
りの共演いかがでしたでしょうか。愛を舞い納めた月の都の天人は数々の宝を降らせ国土と人々を祝福し、心地よい潮風に羽衣をひらひらとたなびかせ、天人は極上へ登っていき、ついに霞に紛れて見えなくなってしまうという最後の場面は、まさに幽玄の美を感じました。笛、囃子、歌い、姉妹、そしてピアノによる和洋折衷の天の羽衣、春宵の響き版をお楽しみいただきました。時が経ちますのは本当に早いもので、今宵最後の曲となりました。高良三左衛門作曲、木々の蜜です。平成7年、今から23年前に洗足池に池月橋が竣工されたことを記念し、人間国宝高良三左衛門先生をお迎えして笛の演奏会が開かれました。高良先生は12回目まで毎年ご出演いただきました。先祖池春宵の響きは現在も日本の伝統芸能を先祖池の美しい自然の景観と一緒に楽しんでいただくという趣旨のもと、毎年数多くのお客様がお越しくださっています。近年は海外のお客様も増え、多くの方に注目していただき、皆様から愛され親しまれている演奏会となっています。先祖池春宵の響き is a concert organized for visitors to enjoy traditional Japanese arts together with the beautiful natural scenery of 先祖池 pond. It is attended by many people every year, including those from overseas. それでは本日